ゆうこです、お願いします。ゆうこ、外足の絞りしっかりね、外足の角付け意識持って。もうちょっと外足の位置いるぞ。そうそう、切り替えで持ち替えて早すぎるね、ちょっと。外側の手前出してね、外側の手。大丈夫。外膝。ダダ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 ダ
外膝の絞り。お願いします。はい、3本やったらコース整備してきます。井上さん、まだ可動付け角度がねちょっと浅すぎるのね。足首でスキーの面を返すようにして足首をこう内側に入れてきて、それにももを合わせて、でもう少しスキーの可動付けできるようにして。上から行きます。お願いします。ショートの時すごい良かったんだから、ロングの時切り替えね、頭中すぎるぞ。上から行きます。お願いします。江川先生、今ぐらいの頭の位置でギリギリだよね。頭後半中入っちゃダメ、外スキーが入ってこない。胸回すな、胸回すな。頭外だぞ、頭外。はい、テール出しちゃダメだ。かかともう少し足裏全体に。お願いします。いいよ。バランスラインもう少し前寄りだぞ。前半積極的に行くように。腰のバランスラインまだ後ろだぞ。腰の位置が切り替えで少し前方向に持ち上がってこないとダメだ。